ど時間がありません。はい、こんにちは。今回はカマフィーヌとして呼ばれましたが、実は強すぎたボクサーを紹介いたします。長年世界王座に君臨し、連続17度防衛したポンファクレック・ウォン・ジョンカムは、2度目の王座から陥落した後、WBC インターナショナルフライ級王座につき、2012年11月、フィリピンからレイ・ミグリノを迎え、防衛戦を行いました。この時、ポンファクレックは87勝4敗2分けと素晴らしい戦績を誇っており、一方挑戦者のミグリノは17勝20敗3分けと負け数が多いボクサーで、ポンファクレックが簡単に勝つと思われていましたが、ミグリノはパワーあふれるパンチでポンファクレックを追い詰め、第3ラウンドに元世界王者を倒し、大番狂わせを起こしました。20敗のインター王者はすぐに日本から声がかかり、3ヶ月後の2013年1月、久保健司選手と戦いました。キックボクシングで23勝していた久保選手を相手に、パンチ力で勝るミグリノは序盤から圧倒し、第3ラウンドに得意の右ストレートでダウンを奪い、起き上がった久保選手に追撃を浴びせ、TKO 勝利を飾りました。ユキストロングコバヤシ。20敗のミグリノは2017年3月香港で上の階級の小林ユキ選手と戦い、初回強烈な右クロスカウンターをヒットさせ失神させました。3 seconds of the very first round. Rey Megriño Singwancha. 2010年9月に初来日したマーク・ジョン・ヤップは負け数が多く KO 率も低いので、日本にたびたび呼ばれ、多くの日本人ボクサーと拳を交えました。しかし、ヤップは2013年3月に岩佐選手をめった打ちしてダウン寸前に追い込んだこともある潜在能力の非常に高い危険な相手でした。日本人相手に12戦も試合をしていたヤップは、2016年11月、OPBF 東洋太平洋王者山本貴弘選手に挑戦しました。当時のヤップの戦績は24勝12敗と負けが多く、その上24勝のうち9KO と KO 率が低かったのに対し、OPBF 王者の山本選手は、18勝 15KO、4敗の戦績で、KO 率が高い強打の王者でした。試合は、ロングレンジが得意なヤップが、第5ラウンドに右カウンターから連打を決め、ダウンを奪いました。起き上がった山本選手にヤップは打ち合いを挑み、慣れない打ち合いの中、大振りのパンチを振り回し、ダウンを追加して
山本選手を吹っ飛ばしたところ、レフリーがストップし、 OPBF 王座を奪取しました。OPBF 東洋太平洋王者についたヤップは、2018年11月に王座を返上するまで日本人ボクサーを相手に3度防衛し、 WBC 世界バンタム級ランクも第3位まで上がりました。ジュンリエル・ラモナドはパンチ力はありますが、雑なボクシングで穴が多いので、イージーな相手として日本にたびたび呼ばれました。5度目の来日の2019年10月に WBC 世界スーパーバンタム級2位のワケシンゴ選手を KO し、その2ヶ月後に日本スーパーバンタム級王者久我選手と WBAアジア太平洋スーパーバンタム級王座をかけて戦いました。日本スーパーバンタム級チャンピオン、久我龍太。久我選手はここまで19勝3敗1分けの戦績で世界ランクに入っておりましたが、17勝10敗6分けと負け数の多いラモナルが一発の右で世界ランカーを沈めました。ラグビーをアジアパシフィックスーパーバンタム級新チャンピオン、ジュンリエル・ラモナル。ワケ選手とクガ選手を連続で KO したラモナルですが、その後4連敗を喫しました。アリス・ロハスは1988年4月にレオ・ガメスの世界戦のスパーリングパートナーとして来日した後、日本人のホープたちの前に立ちはだかりました。ロハスは WBA 世界フライ級王座から陥落した後の1993年4月、元日本フライ級王者ピューマ戸口選手と拳を交えました。戸口選手は2年4ヶ月ぶりの復帰戦なのですが、デビューから12戦全勝 11KO と日本フライ級を無双しており、復帰戦に元世界王者のロハスと相まみえました。戸口選手は序盤こそピューマのような動きで元世界王者に襲いかかりましたが、元王者ロハスは戸口選手の迫力ある攻撃を柔らかな動きでなし、徐々にコンビネーションパンチをヒットさせ、試合の主導権を握りました。戸口選手の攻撃は迫力がありますが、元王者にクリーンヒットはできず、逆に打ち終わりを狙われ、徐々に実力差が明白になっていきました。元世界王者は第7ラウンドにダウンを奪い、その後も的確なパンチでじっくり弱らせていき、第9ラウンドにカウンターの左フックをヒットさせ、戸口選手を棒立ちにさせました。スタンディングダウンを取った元世界王者は連打を浴びせ、無敗の
元日本王者に圧倒的ファンを見せつけました。戸口選手を破ったロハスは、その後コロンビアの期待のボクサー11勝無敗のデュノイ・ペーニャと、ベネズエラのホープ17戦全勝のホフェ・ボニージャを KO し、日本の期待の星大場隆選手と戦いました。大場選手は前の試合でヘルマン・トーレスとキム・ポンジュンとの2人の元世界王者を破っており、勢いに乗っておりました。しかしロハスのロー快さは予想以上で、第7ラウンドに大場選手は20発以上の集中砲火を浴びせられ、世界レベルとの差を痛感させられました。ロハスはフライ級に続きスーパーフライ級でも世界王者につきましたが、1999年7月に陥落し、2000年3月にアマチュアエリートの石原秀康選手と戦いました。アマチュアエリートの石原選手はデビュー戦でいきなり日本王者と戦い、ノンタイトル戦ながら勝利し、この試合が6戦目でした。この試合が45戦目の経験豊富なロハスは、第5ラウンドと第7ラウンドに左フックでダウンを奪い、36歳になって衰えたものの、なおも日本のホープにとっては難敵でした。